広田レオナが原案、脚本、監督を務めるお江戸のキャンディシリーズの続編シャナ王からお江戸のキャンディさんが8日にクランクインを迎え、主演須賀健太をはじめキャスト情報が解禁された。独特の世界観と色彩感覚で見る者の多くを虜にし、高い評価を得た広田レオナ監督によるお江戸のキャンディシリーズ第1弾お江戸のキャンディ2015では超低予算 BL もの R 指定なしという常識外れの企画ながらも、その独特の世界観と色彩美で多くの観客を魅了し、約1年にわたる超ロングランを記録し、お江戸のキャンディに2017では新宿シネマート大劇場にてレート賞動員歴代2位となる記録を樹立。そして今回第3弾となるシャナ王お江戸のキャンディ3では主演シャナ王義経役を子役から活躍し、今や実力派俳優となった須賀健太が務める。その他弁慶役には仮面ライダーオーズで人気を博した三浦亮介、頼朝役に 2.5 次元の枠を超えて映画などでも活躍している広瀬智樹、平知盛役にミュージカル刀剣乱舞に出演している今流お政役に、ドラマ水戸黄門の7代目佐々木助三郎役に抜擢された材木拓磨、押津役に満開ステージ A3 茅ヶ崎至役で人気の立石俊樹、頼朝が溺愛する娘大姫役には新海誠監督の新作天気の子の主人公森島穂高役に大抜擢され、舞台弱虫ペダル新インターハイ編でも主演を務めた大悟小太郎が決定。さらにベテラン勢では梶原景時役に吹越満、平清盛役に竹中直人、後白河法皇に石橋蓮司など個性派の名優が名を連ねる。作品概要、タイトルシャナ王からお江戸のキャンディさん、原案脚本監督編集広田レオナ、プロデューサー村岡慎一郎 CCP、 制作協力 ADK アーツ。あらすじ、憎しみ見嫌う平家と源氏、そのお互いの憎悪は計り知れない。おごる平家は地上に、敗れた源氏は地下の冬岩屋にそれぞれ住まう。平安時代のようなただし男しか存在しない時空での物語。百花の王にも似て武に秀でらくにも明るく、この世で尊いとされたあらゆる美をその身にまとう烈火の巫女シャナ王須賀健太。まるで天の細工師がのみを振るったように美しい姿の頼朝、広瀬智樹、999人目を征服した美目秀麗の大男弁慶、三浦亮介は記念すべき千人目を源氏の御曹司シャナ王と勝手に決めている。ある日仮面をつけた平家のパーティーで出会い、一目で恋に落ちるシャナ王と平知盛、今流平家と源氏の二人の禁断の思いがやがて両家弁慶すべての人々を巻き込む争いへと発展していく。様々な愛の形を独特の世界観で広田レオナが描くビジュアルエンターテインメント映画